おはようございます。いつもあれです。というわけで、まあ、今から抽選いきたいなというふうに思います。多分そんな、おら、まあ、200とかじゃない ?200、300くらいかな。だからまあ、スロット一応座れるように頑張りたいなと思います。2桁、取りたいですね。昨日、仕事じゃなかったんですけど、まあちょっと撮影だけあって、でその時、まあ、税額したくて、まあ結果的に、まあ、元祖で打って楽しかったら よかったんですけど、本当にやっぱ気負いすぎると抽選もダメなんで、ふわっと適当にやりたいなと、適切な方の適当でやりたいなと思います。次ですかね、行きましょう、はい、あ、お願いします、失礼します。あー、前日者50万円、あっく、すいません、ありがとうございます。キャッチキャッチ、まあ無理やったら全然パチンコでも楽しめると思うんで頑張ろう、まあ、マクロスフロンティア3の位置さえ確認していけば問題ないんでお願いしまーす。おうおう、さあさあさあ、行きましょう行きましょう、何かしら、あ、意外と選べるやん、え、もぐもぐ出てるやん、もぐもぐ行きます、カロダイ取れるし、まあ4分の3でまだ空いてるんですけど、まあよしきさんやられたらしいんで、僕が復習します、いきましょう。おはようございます、いつもです。というわけで、まあこんなから元気でやらせてもらってますけど、ちょっとね今日は体調の方があまりよろしくなくて、もうまあ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 、それはとりあえず置いておき、抽選引いて、まあ結構悪い番号やったんですけど、まあスロットはそこそこ選べる状況で、もぐもぐから実戦スタートということで頑張っていきたいなというふうに思います。まあ YOSHIKI さんがどうやらボコボコに行かれたっていう話をお伺いしたんで、ペリーをポンで一発なんで、もうポンってやればいいんで、まあそんな感じで今日も頑張っていきたいなというふうに思います。ちょっとね、元気ないように見えたら申し訳ないですけど、そんなことはないので、心は元気なんで、体が蝕まれてるだけなんで、まあでも風邪とかじゃないんですけどね、まあそんな感じで頑張っていきたいなというふうに思います。本日、将軍田畑天さんでございます。いきます、あかん、ちょっと筋肉痛でやばい、ほんまにほんまにやばい、昨日のもうね運動したらあかん、いきます、何よりあが、マジでやばい、これがね、本当にね、大人の精一杯ですわ、頑張りましょう、なりやがり、はい、おはようございます、磯丸です。というわけで、ちょっとまあ、暗くて見にくいかもしれないですけど、まあここが見えたら大丈夫なんで打っていきたいなと思います。バカバカフリーカード、6号機、あっぱれ、全国制覇編パンですね、いきましょう、磯丸レバーン、ドン、まあこの度、磯丸レバーンをしたところで、引けた、あれ、おい、ジャック、ヨシキさんがボゴスコにやられたらしいんですよね、前この台で、なんで、あ、速攻行きましたね、合戦で、この台の、まあ、遊戯説明というかどうなんだろう、あ、まあ、一応するか、まあ全国制覇、八国制圧すれば当たりですそれだけ覚えておけば OK、でまあ、今徳川と戦うんですけど、まあそれの前兆って感じですね、ゲーム数で行ったりとかします。まあ休みの日に僕1回打ったんでゲームフローとかまあ分かるんですけど、まあ分かる範囲で説明できたらなというふうに思います。この決戦前夜が一応この合戦の前兆で、それはゲーム数50ゲームごとの抽選とかレアアクとかでこの合戦の抽選してます。まあこの辺は結構今まで通りというか、まあもぐもぐって感じですね、最高で、まあ例のことこいつら倒せたら制圧できます。まあこの時も多分成立役に落ちてって感じでしょうね、なんかナビ出た時が結構ね1万役とかリプレイとかなんですけど倒してくれる、あとはカットインですね、狙えってやつ、あと4ゲームの7息、これは大丈夫ですね、間に合います。であと徳川だけなんで、この徳川をしばくと、このね大変なんですよね、これ倒すのが、でここで無理やったら決戦行くと、これで倒せたら、制圧ですね、徳川のところ、ああ行きましたね、はい、で当たったみたいな感じになるんですけど、これ当たってなくて、これでとりあえず徳川領を、獲得したと、でこんな感じで制圧します。でそれをあと8箇所
やれば大当たりになります。だから大当たりまでは結構道のりが険しいです。ただこれ一発当てると 86% ループでボーナスがループするっていう状態に入るんでかなり強いです。出陣で倒しに行くと、まあ、20なんでこれはマジでもうほぼ間違いなく、ボスまでは行くと。はい、5ゲーム追加しましたね。これはもう大丈夫です、はい、残り20ゲームで戦力1なんであと1匹倒すだけで、まあこれを500ゲーム以内に8体倒さなきゃいけないんで結構天井いきます。なのでまあいかに早く攻略するかで、目安としては初当たりの目安、一応前まで外付出てなかったんですけど出て800何本が設定1で、6だと500兆分の1で初当たり取れるという、それでもやっぱ重たいですよね。で、あと連チャン中なんですけど、まあボーナスビッグレグあるんですけど、レグ来やすいのがこう設定、まあ早期判断は良くないですけど、攻撃しろ、あーやばい、あー大丈夫、勝ちましたね。これでまあ、上杉軍も討伐と OK。 さああと下半身、この小田がね、マジで強いんで、これ今いい感じに決戦戦やループしてますね。で、あと、まあ、50ゲームごとにいろんな抽選してるんですけど、ね、日本地図ステージっていうのに移行する可能性があって、そのステージ結構チャンスでなんかまとめてくれたりするんですよ、敵をとか、あとは、ペリー来航したりするんで、まあ、ペリー来たら結構チャンス、倒せないですけど倒したらもう制圧なんで。ちょっと体調悪いって言ってるじゃないですか。なんかね、昨日フットサル行ってたんですよ。でなんかそれ終わってからなんかホテル戻ってきたんですけど、もうなんかマジでゲロ吐きそうになってて、かもう吐いちゃった、ボイルジャンスリバースしちゃったんですけど、でそっからちょっとね、目が痛くて寝れなかったりとか、もうかなり追い込まれてたんで、え、これ行ったんじゃない？あー惜しい。あと1匹ですね。あ、黒い血出たね、これ大丈夫じゃない？ダイブする余裕、え、めっちゃ早い、めっちゃ早い、余裕で制圧してるんですけど、決戦ループが止まらん。さああと4っすね、島津領と毛利領、長所壁、で織田領と、これいってほしいですね。こんなあんの、こんなパターンあんの、びっくりした。これ初当たりなんで投資4本158ゲームで当たりました。やったー、よしきさん無理やろ、もうもう無理やって、よしきさんの分だからマジで、よしきさんマジでバキバキにやられたらしいんで。ビッグスでボーナス多分2回ループするのかな、最低で1回これ入れば獲得タイムです、1000枚超えです。でげーで、まあ2回ジャックで終了するか40ゲームで終了するかのゲーム制です。でボーナスストックの抽選とかもあったりで、初回はねなんかストックしてくれると思うよ多分。これで1回目のジャックですね。でこれ外すこともできるんで、最後の10回転までは外すみたいな感じです。これで止まって、止まらなかったわで、このボーナスゲームが残り10になるまでは外し続けます。しかも今回2500まず狙えるよ、早めの当たりだから。さあ行きましょう、常駐団に書いてあるんですけど、青ラナッスル、おビタ、ビタじゃない、2コマ目よし、ちょっと今危なかった。これでまあ外せるんで、ギリギリまで引っ張ってっていう感じ。いやー最初に言い訳してましたけど、ちょっと今目痛いって言ってたから、ちょっと目押しミスっても許してもらえるかもしれへんまあミスらんようにはします。行きましょう。でここから全開大変モード行きましょう。でボーナスのループ期待度が 86% ぐらいになってます。まああらゆる告知の仕方を使って告知してくれて、まあこんな感じでボーナス型って連打されていきます。はい、これはもう倒すやつなんで大丈夫で、ボーナス2回目ですね。いやまたもう目をしなくて大丈夫。ベイク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 、ここあ、やばいここから今日ギュイーンって変わることはあるんですけど、ダメっすね。ただ
あまあレグラクターが高設定の機体の方が高いんで、でレグはマジで枚数取れないんで、こんぐらいしか取れないんですよ。で天下大変戻って30ゲーム消化してまたレグとかやったらマジで増えないんで、ビッグ行かないとダメです。だから逆に高設定はなんかね伸び悩むんでしょうね。こっから86パループさあいいよ姫様、パーセンテージ上げていくやつ。いやー 30% 行きましたね、早い、はいはい。まあ、こんな感じであっさりループしてると。やばエンディング行きましょうか。2400取りに行こう。一応こっちこっちで2角パターンとかもありますね。右が止まるパターンもあるんですけど、 OKOK ナイス。で今からこれ選べるんですけど、僕が一応全部試したんですけど、これが一番、好きです。僕は歌がまあ全部あんま変わんないですけど、でこの最中1次の抽選もしてるんで、まあわよくば取りに行こうっていう感じですね。さあここからジャック来たら入れます。よかった、油がパンクせずに済みました。で2回目のジャック入れて、まあそこそこ枚数取れましたよっていう感じですね。さあどうだろう、106段始まり、まあ平均以上取れたんで OK で、ここからまた天下大変ループさせましょう。この辺まで来るとちょっと怖いよな、これどういう抽選してるのかちょっと分かんないっすね、まだ。さあこれチャンスだよ。さあ、あーカモリでかい、さっきのやつですね。 20%30% 耐えて 50% っすね、これほいほいほい、よし OK、 危ねえ、セーフ。であとこの台余談なんですけど、マックスベッドあるんですけど、これマックスベッド叩かずにレバーを1回2回叩いたらもう回ります。だからなんかね便利システムみたいになってるんですよね。だからよくレバーこうやってる人いるじゃないですか、そういう人はいいかもね。まあ僕はマックスベッドちゃんと叩きたい人ですけど、いやあと5ゲーム怖いよー、やめてくれ。最終ゲームで入れました。これがね一番うまい。結構ね6号機の中ではね面白い部類っすよ、僕の中では。当たり中が単純明快なのがいい、ボーナスを連打させるっていう。とりあえずエンディングいくわ。平均1000枚いい超えなんで、エンディングの突破率もかなり高いと思うんですよね。ペリーまで行きたくないですね。さあ一応来ましたね、カモン20%、30%、これ超えてくれ、 30% 超えろ、よし、これで 50%。 うわ危ない、これ危ない、ヤマタニエン、これいや OKOKOK。 さあチャンスが続く、これペリーまで行きますね、これ4連で終わるかも。いやさあペリーですね、一応期待度 35% ぐらいから あるのかな、あのマウント、あいいね、5匹いいね。さあ1匹あと3匹か、きついか、うわー厳しいなこれ、頼む。4連で終わり、あー484、これめマジで持ってる、平均1000枚ですからね。でまた戻ると、お熱い熱い、日本中のステージ、これがペリー来たりする抽選してであるとか、あとはこことここが一緒になったりだから、要は島津領が毛利とかを制圧したりする可能性があるんですよ。だから、まあ、敵の数が純粋に減るっていう感じですね。あとはこのペリー来て勝てば当たりだしっていう感じ。これでまあ一緒くたになればチャンス、スイカ取りこぼし、ごめんなさい、もうめっちゃ早くいくよ。超ゾカメが増えたんで敵が純粋に減ったっていうことですね。何何言うとんねお前お腹が空きました。でまあこれで何もしないけど減ったんで、まあ楽になりましたよねっていう。日本戦地図ステージは結構熱いです。まあたかだか戦力30の上杉に
やられてたらもう本当に先が思いやられる。モグナガは確か70ぐらいありますからね。マジで無理っすよ。だから面と向かって戦っちゃダメ。向こうはもう鉄砲隊で攻めてくるんで、こっちとらもう正々長槍なんで。さああとボスだけっすね。おー行きましたね。オッケー。敵はあと1匹しかおらんのに。かわいい。さああと5ですね。あるよ。さっきはこれで行きましたからね。はい、なんで、まあ、191ゲーム、まあ、上では274ゲームですけど、で、まあ、半分いってるのはまあまあいい感じかなと思います。何これ、やっぱこれ見える、これ、この今ちょっとしんどくて、このバファリンプレミアムっていう飲み物を飲んだんですけど、喉が焼けそう。スピリタスみたいな味する、マジで。聞いたこともないような薬草がいっぱい入ってますわ。マジこの織田をどうやって倒せばいいかマジでわからん。絶対レア役いかないと無理っすね。織田モグナガかわいすぎる。マジで鬼畜っすよこいつだけは本当に。いやマジでこういうので行くしかないんで、特化ゾーン。おー行った、忍びアタック。はいはいはい、まだまだまだじゃん。これでモリモリ行くしかない。まだったよ。違うの、関係ない、モグナが関係ない。何がマジですげえな。ギリギリ間に合うか間に合わへんかっすね。このペリー行ってペリーに普通に負けて、で努力が一瞬で無駄になるのが悲しい。429なんで、これペリーなんか来そうな気するけど、ペリー来ましたね。はい、あとこれ天井ですね。588ゲーム、400何本やったっけな。これは決戦の時の方なんで、あでも赤いですよ、これ倒せるかもしれない。まあ、残り、1国まで行ってたんで、あと長所壁だけやったんで、これで負けて、再起の時って行くね、っていうのに行くのがほとんどのパターン。頑張れ頑張れ、避けろ避けて、カットイン、容赦。ペリー倒したぜ。さあ天井ペリーで592、まあ残り1までいってないの、多分それが優遇されたと思います。セカ同士1本で、同士ソッ同士5本っすね。で、本日は2回目の当たりでございます。パッパッパーン、パッ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 パカパーン。いい意味でチープですね、最高。ちょうどもうさっきがしょぼかったからマジで爆連立てます。ただこれ通常ゲーム数594回しちゃってるんで、あとユニック間走れるの多分まあ900ゲームぐらいなんで、全部早め早めでやらないとダメですね。巻きでいきましょう。さあ185枚結構取れましたね。さあ行きましょう。でこれあと角生えてる時あるんですよね。めっちゃ怖い。あ大丈夫そう。これはどうだろう、大丈夫です。これが角生えてるパターン。
あもう大丈夫ですね。 OK 行きましょう。ボーラー直角でじゃあ挟め。よいしょ、ビッグ確定ですね。 50%。 よいしょ、危ねー。ここここよし、じゃあ OK。 はい、かっこいいっすね。さあ198枚ですね。行きましょう。絶対エンディングまで行く。こいつのためにも、こいつのためにもエンディングまで行く。はい、シーサーですね。熱い。シーサー僕まだ1回も外してないっすよ。どうやったら外れるんですかね。外れるわ。やばい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 、やめて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 。あー、おかげリーチですね。大丈夫でしょう。もう一回ゲッチュ。よーし、かわいい。めっちゃかわいくないですかこの子。好きになっちゃう子も。姫かわいいな。ピック。あー、まだわからん。かわれ、ダメだ。おーし、あーオールビックでいくぞ。これなんて歌の名前なんだろう。この歌の名前めっちゃ知りてぇ。後で調べよう。190枚獲得で終了。1000枚超えましたね。一応もうやめられてるんですけど、僕の横の横の台がレギュラー10発いてんすよ。へぇっつって、僕のと比べてっつって。いや、まあ全然出玉できないから助かるんですけどね。何も演出が起こらん。あ、おかげ。頑張れ。なかなか足が速いの。あ、赤文字出た。これ大丈夫やろ。 OK。 怯える必要はなかった。あ、危ない。やめてくれ。キーン。ダメだ、ダメか。そう、まあ本日2回目のレギュラーですね。はい、182枚、1166枚、いきます。皆様、なんかこれ危ねえパターンな気がすんな。頼む。いやー、もうやばい、もうやばい。残り3ゲーム、うわ、やばいな、これエンディングいけなかった。ベリンさん来るでしょ、これ。頑張れ、もう。いきます。レアク、さあどうなる。書き換えてくれ。ジャックか。天下分け目の一戦。5匹、残り1匹。うわー、危ない。もう頑張れ頑張れ。あー、もうマジか。エンディングいけなかったっすね。かわいいっすね。はい、8連の1152枚。まあまあ頑張ったか。ここでまあ戻せたら当たりですよね。対戦ありがとうございました。プラスのうちにちょっと撤退して、でまあ、ちょっと移動できる台探したいなと思います。まあ、レギュラーの回数も少ないし、粘る根拠はないかなと思って、まあ、勝ってる時にやめようかなというふうに思います。多分500枚ぐらいかな。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。様です。というわけで、とりあえずゼロマン紹介の方をしていきたいなというふうに思います。いきましょう。リゼロが結構良さそう。ベースがかなり良さそうですね。で、なんかもうお客さんからもこれ6っぽいわっていう話とかも聞いてたりあるんで、全部いい感じだと思います。パラの A タイムが結構強そうなんですよ。マドカの A とか、クランキーとか花火とか、なんかそういったところがなんか今回ピックアップされてる感じがあるなって思います。あ、結構こっちに別組来てますね。 AKB、マドカ、化け物、サラバンド、月下、花火、政宗、絆、ギアス、マンスリー、マドカ、全体的にベースタグ。でもなんか前来た時とかはなんか全体とかな雰囲気やったんですけど、というよりかは、4分の2のを結構いっぱいいるところにまき散らかしてるイメージがあるかなというふうに思いました。実際は分かりません。まあ記事見てください。ありがとうございました。
頑張ります。というわけでマクロス3ですね。まあ僕面白かったんですけど、やっぱ一回ハマってあの流れになってっていう、まあちょっと危ないリスキーということを考えた時に、まあプラス終わってるし、まあちょっと見せれたから良かったのかなというふうにも思って、まあ大好きなマクロスに逃げてきました。ごめんなさい。面白い台なんで当てましょう。なんかね、動画になってない時の実戦とかでもマクロス打ちまくってるんで、そのうちマクロス禁止令出るかもしれないです。それの出る前に打っときましょう、たくさん。まあ実戦の前打って以来も、まあ、休みの日やっぱちょろちょろ打ってますけど、休みの日の勝率は相変わらず 100% ですね。負けないです。なんかわかんないですけどね、初回から16とか取れちゃうんですよね。まあなんか投資あんまかかんないオカルトやね。もぐもぐの投資で残った5000円をぶち込んでるんですけど、その間に当てれたらもう余裕で浮きですね。浮きだから、まああっさり当ててっていうのが一番理想ですけど、まあ一番理想なのは、まあこれこのオーバーチャージの方に入ってくれてる時に当てて16持ってくるのが一番いいですね。それがまあ一番2400なりやすいかな。燃えたらね、鍛えるバカ上がるんですけどね。21、こっちまで来ましたね。一番下のまでロゴラッカのやつ入りましたね。ああ、ライン増えますね。あ、てかライブ会場行くやつか。いや、この保留がね気に入らんすわ。まあ歌姫ライブわー入りましたね。120回転、保留が気に入らん、やめてほしい。引きます。まあ熱いっす。とりあえずは熱い。だからこれだけじゃ当たんないのがこの台なんで、はい、ソロストック。ああ熱い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 わ、ごめんなさい。これ9ラインに行けば熱いやつなんですけど、大概9ライン行くんで、なんであれ1個しかないねって話なんですけどね。いやいや悪くない悪くない。いやまあ結構ね熱いんですけど、このリーチは。はい、クライマックストックで、これで上のやつが4つになりますね。でマックスで、タイマーが一応20秒でなってます。はい、フォーラインストック7ライン、いやこれ弱い、これダメっすわ。9ラインないと結構厳しいんすよね。さあ、レバーなりましたね。はい、いきます。これは厳しい。あ、当たった。当たんのか。いやー当たりましたね。え、マックス9ラインですよねこれ確か。7ラインじゃなかったよな。あ、そうですよね、9ラインなんで、ちょっとまあこれラッキーパターンじゃないですか。まあ8ですけどね。まあ格変あるかないかの男の振り分けなんですけど、まあ実際通常の方が行く可能性高くて、50% と 40% なんで、まあ格変入れラッキー。まあ雇用この振りで当たりましたね。ちょっと弱かったですけど当たってよかったっすわ。で、通常価格変化分かんないような仕様なんですけど、前も言ったかもしれない。あ、16やマジで、これ2400発っす。いやもうこういうことなんですよね、負けないんですよマジで俺この台。
うっすいのが今10%。いや、ラッキーラッキー。ドレカルチャーマックス、あれです。今日はいつも偽りの歌姫じゃなくて、何の時さよならの翼を流すんですけど、まあ、ちょっと今日は角度変えてインフィニティ流していこうかなというふうに思います。いや気持ちいいわこれ。お前これ2000円もやっぱ出ちゃうから、お前1回の当たりでお前店員さん呼ばなあかんやんけよ。これ、箱タイプやから店員さんに迷惑かけてまうてあかんて。もう逆転です、逆転。もうこれで今日の分負けてますから。はい、ギャラクシーライブで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 はい、これ10回叩くのがコツっていう話を多分前の実践でしてると思います。いやなんかマジで癒されるわ、ほんと。俺だってこの前言ってる時、通常時より当たってる最初の方が長いっすよ多分、プライベート含めて。あ、いいね、割れない。シェリルか、なあ、あ4回目でミスんだ。成功したらドレカルチャー、成功したらドレカルチャー、成功したらドレカルチャー、成功したらドレカルチャー。危ない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 。ああこれやばいな、マジで外せよ。え、やばい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 。あーこれはでも普通に弱い、これは普通に外れると思う。うわ最悪、終わった、終わりっす。3ラウンド通常です、これほぼほぼ。いやもう最悪や、もう早いて。いや当たっちゃダメな当たり方でしたね。まあまあ防ぐ一応見合ってきます。まだ全然 0% じゃないんで、高台インパクトでマクロスコーターが、お願いします頼む。あ赤くなる、 OK ね、いきます、ワンチャン。おいといといと、マジかよマジかよ、おおマジかよ、おおくお前これ愛以外の何でもねえやろ、もうこれ関係ないやんけ。 S でもね、それがねマクロスの3のいいところ、マジで完全にノーチャンスじゃないっていうのがマジでいい。いやもうこれもドレカルチャーマックスもうほんの止まらんて、これもうスペックとかもうそういう話じゃない、もう愛スペックとかもそういう話じゃない、もう愛おいやでも今のはマジで興奮したな、もう終わる時のあれやったのに。それがなんか確定とか出てたらごめん、ちょっと俺そういう法則とかマジで知らん、体験経験則でしか語らない男やから。はいはい、しんどいしんどい、頭痛い痛い、やべえこれ無理これ、まあ、当たるとは限らないけど、まあ、ボタン5欲しいね。おお、あ何それ、全回転したなあ、そんなんね、うわしかも待って、これ最後のシーンや、映画の、映画じゃないこれ、あ映画だ、少し遅いかもしれないけど、これでデフォルトするんですよね。うわ取れなかったよ、やば、いやすごい感動した今の、マジかよ、そんなシーン入ってんだ、うわ嬉しかった今の、めっちゃ良かったっすわおー負けねえわ、俺これ打ってる生活できるかもしれん、マジで温泉長期タイムめっちゃ高いけど、まあ時間ある時に打たないとダメだね、これこの台は消化がすごい時間かかるんで、まあ僕は楽しいんでいいですけど。おいった、 OK、 チャンスチャンス、いいぞ、成功したらドレカルチャーを持ってこれば何でもいい、ノーザクロス、おいい、あった、これは当たると思う。あもう熱すぎる熱すぎた、これは大丈夫やろ、もう欲しい、4、5やん、あ4やん、ごめんこれは大丈夫ですね、ほら全部2400取ってくから、マジでほらもう間違いねえな、おいそんなドレカルチャーばっか来る、
来るんですよ。ありがとうございます。ただ体調が結構限界なんで早く終わってほしいという気持ちも若干あるなくはないけど、当たってくれた方が嬉しいからありがとう。汗がねほんまやばいですよ。なんか見たことない油汗かいてる、やばい。いやらしいですよねこの動き。はい、万発やってやったぞ。この采配、頼む外れてくれ、やめてくれ、やめてやめて。終わったー、いきます、頼む。あ、まあそうだよな、もう僕見ちゃいますね、これ行くか行かないか。左側行けばいいんで見ます。多分今頃行きます、右です。とりあえず万発は壊れてよかったかなというふうに思います。当たりも早かったしね、助かりました。もしもし、まあ、もぐもぐで、まあ、あのトントンちょいプラス、まあ、ちょいプラスやったんですけど、大幅にまぐることができてよかったかなというふうに思います。まあちょうどね僕の体力も限界来てるんで、まあ次までにはしっかり回復させて頑張れたらというふうに思います。ありがとうございました。左上がり、はい、お疲れ様です、磯丸です。というわけで、もぐもぐ風林火山、と、マクロスフロンティア3の実践が終わりまして、まあ、メインはねやっぱ信頼のもぐもぐ風林火山を歌してもらった時の感想をちょっと言おうかなというふうに思うんですけど、まあ結構6号機の中ではやれる感じだなっていうふうには思いました。まあ下の設定でも入れちゃえば86パーループ、結構6号機の低設定でもやばいイメージがあるじゃないですか、もう勝てないっていう終わり通りみたいなイメージがあるんですけど、そんな中でも可能性を感じたなっていうふうに思います。実際多分僕打ってたのもたまたま最初にね全国で制覇パパっていけましたけど、レグの出現頻度とか周りの台と比べ、良さそうな台と比べてみるとやっぱり悪かったんで、うん、まあその代わり出玉にはつながりましたけどね、ビッグが連中してくれたんで、うん、っていうふうに思いました。だからまあ可能性を感じた1台、まあ、もぐもぐって超ビッグコンテンツなんで、超ウルトラビッグコンテンツなんで、ネットさんの、まあ可愛かったんで、まあ、それは面白かったなというふうに思います。はい、で、まあ、その後のマクロさんも言うことないっすわ。もうまあめっちゃ興奮しましたけどね、まあ、もう最初の当たりからちょっと劇的で、あ、これだったんだって、まあなんかどっかで確定とか出てたら本当申し訳ないんだけど、多分出てなかったと思うけど、嬉しい。7ラインで当たるっていうのも嬉しいし、あのおさん捕虜で当たるっていうのも、まあ、歌姫ライブぐらいですかね。7ライン調べ 37% ぐらいでした、さっき調べたら。はい、まあ当たってラッキー、しかもそれがドデカルチャーっていう 10% 引いちゃうっていう、もうやっぱね愛なんでしょうね、持ってます、持ってる。まあ、うん、負けないんですよマジで、休みの日とかも。だからもうあれだけでちょっと一時仕事休んで生活しようかなというふうには思ってます。はい、でまあ今からちょっと最後にねコメント会社の方だけさせてもらいたいなというふうに思います。計10高いですね。チャンミーさんから A プラス ART 機が大好きです、最近少なくて残念ですと。はい、ありがとうございます。そうですよね、それこそ本当6号機になってからは、まあ、A プラス ART っていうのがもうないですよね、ほぼってかないか、まあ、多分まだ出てない、まあ、これからね、似たようなシステムとか開発されていく可能性はあるので、まあ、そっちに期待していきたいなというふうに思ってます。僕も少なくて残念です。次、ビッグマウンテンさんから、それ大好きと、ありがとうございます。いい歌っすよね。まあ、僕は花よ咲き誇れっていう歌が、まあ、パチンコの、ね、新花のケージで搭載された曲なんですけど、天運ボタンのやつからやった気がするけど、まあ、あの歌がめっちゃ好きなんで、ケージの中やと、まあ、ケージの中でも、まあ、でもほとんどいい曲なんで、ほとんどっていうか全部いい曲なんで、今後まで流していけるように、何を言ってんやろな、まあ、頑張っていきたいなというふうに思います。次行きましょう。最後、コナエクさんから、こんな被ける台なら売ってみたいです、周りに導入されてるのがないのが残念と。ありがとうございます。号泣バージョンってなんかね本当にめっちゃ少ないんですよ、けどなんかね僕はあれ 5.9 号機の完成形というか、完成形やね、やっぱりそのなんか設定も気にせず、まあ多少はあるっすけどね、あまり気にせず当たったらもう2000枚みたいな感じのメリハリがなんかすげえいいなっていう風に、思いました。はい、なんで僕もね増えてほしいんですけど、まあ、なかなか導入されてないんで、
近くにぜひあったら、打ってみてください。はい、まあ、そんなわけで、ありがとうございました。今日の実戦終わりたいなというふうに思います。とりあえず帰って、まあ、明日休みなんでゆっくり体休めれるんで、もう今変な汗かいてるんで、汗を拭って帰りたいなというふうに思います。ありがとうございました。ということで、窓2撮りました。めちゃめちゃ久しぶりですね。あー窓かがある。えいやーやめたで、おいったー最後まで見てくれてありがとう。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。成り上がりー。